着替えだ着替えだ。いたいた、よかった。ライザさん、どうしたんですか？そんなに走って。うん、ちょっと聞き忘れてたことがあって。あの部屋の家賃ってどれくらいするの？家賃ですか？そういうことなら父と話した方がいいですね。立ち話もなんなので、うちにどうぞ。パーティーか。こちらの方は？こちらはライザさん。中央区のあの部屋に入った。ああ、あの部屋か。そうか、借り手がついたと聞いたが君だったのか。はじめまして、ライザリン・シュタウトです。ボルカーだ、よろしく。お父様、一つ確認したいのですが、あの部屋の家賃って今いくらでしたか？あそこは確か今は3500コールだったはずだ。え？ 3500 コール？ 1 年じゃそんなに貯められない。1年などそんなに待ってはいられんな。毎月払ってもらわねば。毎月？ひょっとして1ヶ月で3500コール？そうだが、何か変化ね？ううん、いや、ちょっとだけね。その、高いかななんて。あの部屋は立地はいいが内装が古くてな。先日値下げしたのだ。値下げして3500。空間棟の空き家全部合わせても月に3500コールなんていかないよね。ライザさん、どうしたんですか？これなら私も安いと思いますけど。あ、なんでもないよ。そうだ、私ちょっと用事を思い出したから、これで。いや、待ちたまえ。ライザさんは錬金術師だそうだな。
シオ知ってるんですか？ああ、以前錬金術師を名乗る男に仕事を頼んだことがあってな。少々うさんくさい見た目だったが、仕事ぶりは見事だった。そういったこともあって、もし君が錬金術師ならば、一つ頼みたいことがある。仕事ぶり次第では家賃をなしにしてやってもいい。その仕事って何でしょうか？二つあるが、まず君の錬金術の腕を私に証明してもらいたい。つまり何かを作ってこいってことですか？そうだ、爆弾を用意してもらいたい。錬金術ではそういうのが作れるのだろう？任せてください。私そういうの大得意です。岩などを粉砕するのに使うから品質が高いものがいい。できるかね？岩ならちょうど良さそうなものがあるな。わかりました。早速作ってきます。揃えられたらここに持ってきてくれ。使えるんだけど、また錬金術師の名折れよね。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。品質が高いものを用意してほしいって言ってたよね。できる限りいい素材を集めて、あとは私の腕次第かな。
こっちでの調合にはまだ慣れてないけど、やれるだけやってみるとしますか。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。これでどうだ。いい感じ。さすが私。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。どれにしようかな。これでどうだ。うまくいくかな。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。入れる場所は、お、いい感じかも。どれも良くて悩んじゃうな。入れてから考えるのもありかな。これでどうだ。こんな感じかな。いっけー。じゃーん。こんな感じかな。数も品質もこれで問題ないはず。ボルカーさんのところに届けに行こう。
こんな感じじゃないかな。こんな感じでどうでしょうか。これは正直に言わせてもらうと、私はこれほど質の良いものが来るとは思っていなかった。これなら申し分ない。ありがたく受け取らせてもらう。よかった。それにしてもこんなものをどうするんですか。岩を壊すって言ってましたけど。我がアーベルハイム家では領地の開拓を行っている。領地だが、荒れていたり痩せていたり、人が住めない場所ばかりなのだ。開拓するにも人手に任せては莫大な金がかかる。そのために爆弾が必要だったのだ。なるほど。それなら確かにこの爆弾なら手っ取り早いかな。しかも期待以上の結果だった。これと同じようなものを市場から入手するのは困難だろうし、もし買えたとしてもかなりの金額になるだろう。とても助かった。改めて礼を述べさせてもらう。じゃあ仕事の方は。合格だ。文句はない。これならばあの部屋も無条件で貸そう。あれ、そういえばもう一つ仕事があるって。もう一つの仕事はこれから継続してやってくれればいい。仕事の内容だが、町で困っている人々を見つけたら積極的に助けること。なんかふわっとした内容な気がするけど、そんなことなんですか。そうだ。私は立場上町の治安を守る必要があるが、どうしても細かいところまでは目が届かない。そこで手助けが欲しいのだが、冒険者たちは戦いこそ役に立つが、それ以外の物事には弱くてな。だが錬金術師ならば、どんな冒険者よりも融通が利き役に立つだろうと考えているのだ。つまり何でもやってことか。そういえば村でも最初はそんな扱いを受けてたっけ。わかりました。困ってる人がいたら相談に乗ってみますよ。助かる。私からだけでなく、町の人々から上がった細々とした依頼をまとめている場所がある。学園区にあるカフェなのだが、知っているかね。前にタオたちと行ったところかな。多分知ってます。依頼動向は知らないですけど。依頼を集めて張り出している掲示板があるらしい。報酬も出るそうだから、そこも一度覗いてみるといい。とりあえず家賃がタダになったのはいいけど、生活するのにお金かかるしな。ボルカーさんの言う通り、一度カフェに行ってみるか。依頼の掲示板ってこれのことかな。
ライザじゃないか。何やってるんだこんなところで。あ、ボース。ボースこそ何を？俺か。俺は仕事を探しに来ただけだ。え、ボースも？お前も同じ用事だったってわけか。ちょっとそこで話そうぜ。ライザも俺やタオと同じ洗礼を受けたんだ。この町何から何まで高すぎるよ。あの家賃本当の金額なのかな。もう俺もこっちに来ていろいろと痛感したぜ。空剣島は大して金も流通してないようなど田舎だったってな。ひょっとしたら島中の現金かき集めてもこの町の家賃1ヶ月分にも届かないんじゃないか。それは大げさだと思いたいけど、村じゃお金じゃなくて物々交換も多かったしね。あら、いらっしゃい、ボースくん。こちらはライザリン・シュタウトです。ライザでいいですよ。私はゼフィーヌ、よろしくね。二人で何の話をしてたの？色っぽい話？違う。お金がないねって話で。あら、ボス君の彼女さんかと思ったからてっきり。色っぽいんじゃなくて湿っぽい話だったのね。こいつ俺と同郷なんだね。金がないって言うからさ。それにしてもまさかボスまで仕事探してるとはね。はあ、先が思いやられるな。お前も金で苦労したくないならやった方がいい。タオのやつもよく探してたぞ。もっともあいつの場合はここで家庭教師の仕事を見つけてからうまいことやってるみたいだから。そうそう、パティのね。ボス君は力仕事が多いわよね。金払いがいいからな。ライザならやっぱり錬金術で何か作ったりするのがいいんじゃないか。そうなるかな。できそうな仕事があればだけど。ねえ、その錬金術っていうのは具体的に何が作れるのかしら。一口に何とは言えないけど、大抵のものは作れるんじゃないかな。錬金術を扱うならってゴルカーさんがここの掲示板のことを教えてくれたんだ。ボルカーさんは？錬金術のことはわからないけど、ボルカーさんの紹介なら疑う余地はないわ。きっとあなたにもできる仕事はいろいろあると思うから見ていって。これから頼りにしちゃうからお願いね。こっちに来たばかりならこれあげるわ。お店の使い古しだけど。ありがとう。広くてすぐ迷いそうになるから助かる。
さて、俺も人のこと気にしてる余裕はないんでな。うまくやれよ。お金を手に入れられるなら生きてはいけそうかな。だいぶギリギリな気はするけど。一度部屋に戻ろう。ひとまず目先の問題はなんとかなりそうかな。でものんびりはしてられないよね。このままじゃいずれ自利品になっちゃう。肝心の遺跡調査は始まったばかりだし、タオが調べるとは言ってるけどすぐにはな。あたしじゃ何も手伝えないし、この道具も謎。少し動いてる気が。ああもうわからないことだらけだよ。モリッツさんに頼まれたあの石も。石は実は石じゃなくて卵だった。フィフィ、それが何かのきっかけで帰ってしまった。噛みついてきたりはしなそうだな。フィフィ、あんた私が怖くないの？なんか急に可愛く思えてきちゃったよ。ちょっと待っててね。確かこの辺りに入れておいたような。あったあった。うん、似合う似合う。あとは名前を決めないとね。フィー
にしよう。どう、フィー。よし、今からあんたの名前はフィーで決まりね。私はアライザだよ、よろしくね。フィー。よろしくとは言ったものの、この生き物なんだろう。こんなの初めて見たし、一番こういうのに詳しそうなのはタオかな。やっぱり聞いてみるか。聞きたいことがあるんだけどさ。やあライザ、どうした？何それ？聞きたいのはまさにこの子のことなんだけどさ、この生き物なんだかわかる？おい、近づけるな。さすがにちょっとわからないかな。生き物には詳しいわけじゃないし。どこで捕まえたのさ？モリッツさんから調べてほしいって預かってた石が、実は石じゃなくて卵だったみたいなんだよ。そうだ、ボスなら知ってるんじゃないの？石だと？ああ、あれか。以前父さんに何回か見せてもらったことがある。うちの先祖が昔どこか遠くで手に入れて持ってきたものとだけ聞いている。あれ、卵だったのか。どう見ても石にしか見えなかったが。そっか、でもどうしよう。モリッツさんから調べてくれって言われてたけど、こんなになっちゃって。そのうち忘れるだろう。ほっとけよ、お前が気にすることはない。そう？ボスがそう言ってくれるならいいけど。よかったね、フィー。フィー？名前までつけて飼う気満々か。いいじゃん、僕もちょっと気になるし。フィー。返事してるみたい。なんか嬉しそう。好きにしろ。別に俺が飼うわけじゃないしな。ライザ、もう一度行ってみない？あの遺跡に。え？どうしたの急に。フィーだよ。確かあの遺跡でフィーというか卵が何かに反応していただろう。もしかしたらこの前とは違う発見があるかもしれない。フィー自身が何かに反応するとか。この子が？でも確かに。じゃあもう一度行ってみようか。ボスはどうせ来ないよね。パティはどうなの？パティ、
今は学園の課題で忙しいみたいなんだ。だから今回は僕とライザだけで行こう。行ける場所が広がったよ。ここはちょっと危ないかも。フィー、光ってるね。やっぱり卵の時と同じだ。うん、それに心なしか元気みたい。フィー、せめて言葉が分かれば。まあそれは無理な相談か。これもまた動いてるね。何かを計測する装置みたいな気がするんだけど。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。いいな、いいな。探求心くすぐられるよ。えい！なんだろうこれ。結構珍しいものかも。花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。よいしょ。サラサラっと。砂は簡単に取れるからありがたいな。これこれ。よいしょ。えい！確か前にこんなの撮ってたような。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。やり方次第で立派な素材になるのよね。あった、これこれ。いた。素手で取るのは無謀だったかな。ティア！あった、これこれ。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。ティア！島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。なんだろう、前に来た時はこんなのなかったはずだ。やっぱりフィーが何かの鍵なのか。なんか眩しい。どうやら我が人生最大の探検はここが終焉の地。水浴の羅針盤、光の幻獣に導かれここに至ったが、ここからはどうしても先に行けぬ。何かが足らぬ。何が足らぬのか。誰？
ライザ、大丈夫？何だったんだろう、今のは。誰かの声がしたような。うわぁ、誰？これは幻影みたいだ。実体のある人じゃなくて、何か幻みたいなものを見せられているんだ。一体どういうことなんだろう。それにそもそも誰なのよ。ちょっといいですか。特に反応はなさそうだ。あのさ、一瞬なんだけど声が聞こえたような気がしたんだ。声？声っていうか言葉？直接頭の中に響く感じだったんだ。自分の探検はここで終わりだとか、追憶の羅針盤とか、光の幻獣とか、この人の言葉のような気がしたよ。なんとなくだけどさ。それからこれ、追憶の羅針盤ってこの道具の気がする。わからないけど遺跡の探検に使う何かじゃないかな。光の幻獣っていうのはひょっとするとこの子のことかも。なんか反応してたし。はあ、すごいなライザ。僕にはそこまでわからなかった。まあそもそも僕には言葉が聞こえなかったけど。そうなの？光っていた欠片は僕にも見えていたけど、触っても特にそういうことはなかったな。どうしてライザだけが？もしかしたら他に手がかりがあるかも。そうだね、ちょっと探してみよう。じゃないか。
新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。もっと集めなくちゃ。どう、ライザ、何か分かった？多分ね。一度調べた情報をまとめてみよう。推理の準備っと。私が知ってるのは、これって羅針盤の持ち主だった人の思い出？私が知ってるのは、
っか。だから思念が強く残ってる遺跡の中でだけ羅針盤が反応するんだ。私が知ってるのは、これは、違うかな。そっか、難しく考えすぎてたみたい。私が知ってるのは、これはないかな。この人は厳重に導かれてた。大いなる研究か。どんな研究だったのかちょっとだけ気になるかな。まだ推測の息は出ないけど、ライザの話で見えてきたことがある。この人が僕らと同じようにかつてこの遺跡を調査していたってことだ。昔いた人なのか今でもいるのかは知らないけど、いずれにしても前に調査して諦めた。それでこんなしょんぼりしてるのかな。かもしれない。それから追憶の羅針盤とフィーが遺跡を攻略する鍵だという可能性があるということ。羅針盤はともかく、まさかフィーが鍵だなんて。何これ、装飾品じゃないよね。装飾品か。見方によっては何かの鍵のようにも見えるね。ただの瓦礫やガラクタと片付けるには出来がしっかりしすぎてると思う。それにここに落ちてたんだ。何か重要なものかもしれないし、持っていこう。いずれにせよ前も話したけど、ここ以外にも遺跡があるはずなんだ。手帳に書いてあったでしょ、渓谷の底の乙女は起こしてはならぬって。あれって渓谷に遺跡が眠っているって意味だと思うんだよね。だからどこか谷とか渓谷の近くを探せば見つかる気がするんだ。他の遺跡も見つけられれば僕らも真実に近づけるはず。じゃあ何にしても他の遺跡の情報を集めないとね。ひとまず町に戻ろう。どうか怖いことだけは起こりませんように。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、正解連続よ。そこだ、よっと。はあ、ライザ任せた。正解連続よ。よっと。はあ、そこだよっ。そこ、はあ、そこ。
楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだよっと。はあ、正解連続よ。そこだよっと。はあ、ライザー任せた。連続よ。そこだよっと。はあ、そこだよっと。はあ、よっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。サラサラっと。砂は簡単に取れるからありがたいな。この花、ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。敵だ、気をつけて。そこだよっと。はあ、正解連続よ。そこだよっと。はあ、ライザー任せた。そこだよっと。はあ、連続よ。そこだよっと。はあ、そこそこだよっと。はあ、僕が行く。そこだよっと。はあ、正解。そこだよっと。はあ、どいて。そこだよっと。はあ、そこだよっと。はあ、そこそこだよっと。はあ、ライザー任せた。正解、そこだよっと。はあ、そこだよっと。はあ、そこだよっと。はあ、走れ炎よ。先に進もうか。これなら大丈夫そうだ。そこだよっと。連続よ。よっと。はあ、ライザー任せた。正解連続よ。よっと。はあ、そこだよっと。はあ、そこだよっと。はあ、楽勝楽勝。さあ早く進もう。みんな気をつけて。そこだよっと。はあ、正解連続よ。そこだよっと。はあ、ライザー任せた。正解連続よ。そこだよっと。はあ、
と。そこ、そこ走れ炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。これ使えそう。今日は新しい何かに出会えるかも。え？あ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！ああ！セーター！連続よ！そこだ！よっと！ああ！控えた！任せた！セーター！連続よ！楽勝楽勝！さあ、早く進もう！なんだろうこれ？結構珍しいものか。なんだ、余裕余裕。正解、連続よ。そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。よっと。はあ、使えた、任せた。正解、連続よ。はあ、僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。てやーてやー。木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。えい！食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。ティアいた。素手で取るのは無謀だったかな。綺麗な花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。えい！えい！はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！はあ！正解！連続よ！そこだ！よっと！はあ！控えた、任せた。正解、連続よ。よっと。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。てやっ。なんだ、余裕余裕。そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。はそこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。任せた。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。これこれ。ティア！確か前にこんなの取ってたような。
それなら大丈夫そうだ。そこだ、よっと、はぁ、せーか連続よ。そこだ、よっと、はぁ、ライザー、せーか任せた。連続よ。そこだ、よっと、はぁ、連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。こっちの木は島で取れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。一人暮らしはしてるけど魚はさばけないから期待しないでね。知識で知っててもむやみに食べない方が安全だよね。取れた。あった、これこれ。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。
3年前の私が聞いたら驚くだろうな。すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。取れた。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。あった、これこれ。こうして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。したの？これってひょっとして遺跡じゃない？え？手帳にも渓谷の近くに遺跡が眠ってる的な一文が書いてあったろ。渓谷の底の乙女は起こしてはならぬだっけ。そう、それだよ。きっとここのことを指してたんだ。でも探してる遺跡とは違うものかもしれないよ。クリント王国時代のものかもしれないし。ありえない話じゃないけど。あ、待って。いや、これはクリント王国のものじゃない気がする。見たところもっともっと古いものじゃないかな。多分最初に言ったあの遺跡と同じものっぽい気がするんだ。すごいな。そんな古い時代の遺跡がこうして残ってるなんて。フィーフィー。あれ？なんだろう、ここ何かはめ込めそうかも。変わった形のくぼみだね。でもこんなところに何をはめ込むんだろう。これ何なのかな。ひょっとしてこれなのか。うわ、動いてるよこの遺跡。これ本当に本物の鍵だったんだ。どれくらい閉じたままだったんだろう。わからない。きっと気が遠くなるくらい遥か昔からだと思うけど。こうしててもしょうがない。タオ、中に入ってみよう。あ、うん、そうだね。よし、調査開始だ。